こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、すごい魚を買ってしまいました。僕も9年魚をさばく動画上げてきてます。動画もメインチャンネル1000本近く上がってますけど、その中で過去最大の○○○を買ってしまいました。お値段なんと10万円。それがこちら、これですよ。これ分かりますかね。ちょっとこれ出してみましょうか。出ておいで。うわ、やば。これ分かりますか、巨大ウナギです。すごないですか。これがですね、琵琶湖で水揚げされた巨大ウナギ、大きさがなんと 2.1キロ。昔こちらの動画でやったウナギ、これもめちゃくちゃ大きかったです。でもこれがね 1.7 キロぐらいなので、それより 400g グラムも大きいウナギとなっております。これはすごいよね。え、僕の腕より太いですから。顔もさ、こういう顔なんですよね。電気ウナギみたいな顔になってますよ。これ僕の事務所にメールが来てて、琵琶湖でマスを取ってる漁師さんから連絡が来て、とんでもないウナギが入りましたと。もう数年に1匹上がるか上がらないかレベルのウナギなので、これご連絡させていただきました。ぜひどうでしょうかっていうことで購入させていただきました。また取れたところが琵琶湖ってとこがいいじゃないですか。この琵琶湖の主ですよ。これはこれどれだけ大きいかと言いますと、普通のウナギこれです。普通のウナギの特大サイズ。うわ、俺めっちゃ今俺手でにカメムシ飛んだよ。お前カメムシついてますよ。本当だっけ、そのリアクション普通。ケワンクッション、お前ちょっとふざけ、お前さやばいじゃん。どういったあいつ、目があった。これウナギです。普通のウナギ、普通のウナギって言ってもこれ 3P サイズなんで超特大です。一般的に流通する超特大ウナギっていうのがこのサイズですね。これでかいですよ。はい、こうこういう感じです。ほら、もう全然この太さの違い見てください。ほら、ちょっとうまくあれですけど、これが普通の特大、これが琵琶湖の特大。いや、すごいね。これ運命ですね、出会いです。よし、なので今日はこちらのナマズじゃないわ、ナマズって言っちゃいたいぐらいでかいですけど、今日はこちらの巨大ウナギを使って巨大ウナギのかば焼きを作っていきたいと思います。天然ウナギって面白いもんで、個体によって味が全然違うんですよね。だからこそ奥が深い、そんな魚なんですよ。魅力を感じちゃうんですよね。だから買っちゃうんですよ、案内が来ると。これ一体どんな味なんでしょうかね。まずこれ動いて、これさばけないので氷水で締めていきます。あ、でもだいぶおとなしい。氷に井戸水を入れていくと、井戸水は使いたい放題なのでね。ここに、おお、でっか、やっばこれ、ほら、よし、静まりたまえ。よし、これで30分ほど仮死状態にさせます。はい、で30分ほど経過しまして、閉まりましたね。これならさばけそうです。じゃあ特設ステージへ行きましょう。はい、こんな感じで用意しました。長い木の板と、これ釘をまずここに2本打ちます。そして反対側に1本で、この2本打つことによってここ固定できるんですよ。こっちの力が入った時にまな板がずれないと。で、この釘のところにうなぎの頭を打ち込んで固定して開いていくという形でございます。じゃん、なにこのでかさ。まだ生きてますね。早くさばかないと。ちょっとじゃあでかいから、どうしような、背開きでいいですか今日は。すごいね、このでかさ。小手場でいけるかな。ではいただきます。よし、ヒレの上から1本入れて、すごい身が硬い、ブリブリ、やばいな。ちょっとこれすごい難しいです。やばい、無言になっちゃうな。皮が分厚いな。うわ、油すごいぞこれ。やばそう、やばそう。人たちじゃいけない。よし、やっとここまで来た。長さこれ1メートル以上ありますね。メーター超えですよ。ちなみにこれ沖縄とかによく生息してるオオウナギっていう種類じゃないですからね。オオウナギだったらこのサイズ普通なんですよ。日本ウナギですから。日本ウナギでこのサイズっていうのがやばいんですよ。入った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 。あ、やべ、ちょっと下行っちゃった。難しい。普通のウナギとは全く勝手が違いますね。
なんで俺ウェーダー着とんだろう。汚れるからいいんじゃないですか。あ、そっか。あしゃあ、はい、さーっと、はい、片方が開けましたと。お、上手にいきましたね。ほら、やばくないですか。綺麗ですね。そしたらこれが肝です。うなぎの肝のかば焼きとかうまいですよね。これここまで大きいとこの胆のうもこのサイズ。背骨を外します。でここら辺からちょっと角度が変わります。うわー、まだやっぱ動く、反発してきますね。うわー、めっちゃうまそう。この骨も今日は使いますよ。この骨でしっかり出汁を取ってうなぎのタレを作っていきたいなと。はい、取れました。身、肝、骨ですね。そしたら残った内臓とかもきれいにしていきます。骨がね強いな。そしたら頭を落としちゃって、はい、これが開いた身ですよ。でけえこれ。そしたらこのヒレですね、ここにヒレありますんでヒレも外していきたいと。うわ、硬っ。ちょっと待て、これで、ここら辺まで入ってますんで取っていくと。これがヒレですね。そしたらお腹の方のヒレ、こっちですね、こっちのヒレも取っていきます。はい、取れました。各種ヒレが取れたら裏向けて軽くぬめりを包丁でこそげ取っておきます。まだヒレが取り切れてないな。はい、じゃあこんな感じで開き終わりましたら、さすがにこれ1匹丸ごとだと大きいし扱いにくいので、まずここで1本落としましょう。うおー、断面、脂のサシが入ってますね。で尻尾の方、ここも落とすと。はい、こんな感じですね。そしてこの頭ですね、ここまずエラが入ってますのでエラを取っていきます。あ、いたいたいた。え、嘘。あ、びっくりした、まだ生きてた。なんて生命力、めっちゃハム力強っ。エラを抜いていくと。はい、エラが取れました。でけえな、エラも。ほら、こんな、このエラのでかさですよ。はい、じゃあこれと、うわ、動いてる動いてる、骨ですね。そしたら炭火でカリッと焼いていきます。うわー、すごいね。骨はもういい感じですね。骨からもこの脂がね、うまいんですよ。頭はもう少しかな。はい、じゃあ頭もいい感じですね。そしたらフライパンに入れて、ここに酒を100、本みりんを200、そしてザラメを一握り、お醤油も200、分量は酒100、みりん200、醤油200、ザラメ一握りですね。そしたらこれコトコトと半分ぐらいになるまで煮込んでいきます。すいません、さっきピンマイクつけたままでした。マイク買いましたのでこんな感じの音になります。もうこの段階でものすごいいい匂いしてくる。はい、だいぶとろみがついてきましたね。こんなもんでいいでしょう。これが極上のうなぎのタレです。市販のものとはまるで味が違う。よし、そしたらうなぎを焼いていきましょう。この真ん中の一番いいとこいきましょうか。じゃあ4本ですね。うわー、これ楽しみだな。でこれ何が僕こんな楽しみかというと、これ琵琶湖で取れたうなぎなんですよ。僕今まで大きいうなぎって海のうなぎしか食べたことないんですよ。完全淡水でここまで大きく育ったうなぎなんですよ。しかも琵琶湖っていうね。うわー、カメムシ。近隣の方すいません、今年もカメムシ多そうですね。海と湖では食べてる餌がまるっきり違います。
多分琵琶湖の底の方にいるものなんで、淡水のエビとかあとアユとかをすごい食べてると思うんですよね。味が気になる。でさばいてる感じ、油の乗りがすごいんですわ。どんな油持ってるんだろう。楽しみすぎてやばいな。よし、堪能も一応取っときます。肝も焼いて食べましょう。うなぎは焼き方が難しいんですよ。血とかぬめりをきれいに取る人もいれば、血はうまみって言って血は残す人もいますよね。僕は今日はこんな感じでちょっと血がついた感じで焼きたいと思います。では焼いていきます。皮目から。そしたら端っこで、今日これもう最後ですかね。松茸も11月の半ばなんでね、松茸も焼いていきます。今年松茸がねよく取れてるらしくて、ようけ食べましたね今年も。来年も豊作だといいな。で今日松茸にあのうなぎのタレを塗って食べてみたいなと。贅沢ですよね。うわいい感じ。もうちょっとですね。皮目もこう脂がすごいわ。じゃあゆっくり焼いていきます。はい、じゃあ松茸いい感じなので仕上げていきましょうか。松茸にうなぎのタレ、巨大うなぎのうまみがたっぷり入ったこのうなぎのタレをまといたまえ。うわ今日タレすごい上手にできた。肝もいい感じなので肝にも塗っちゃいます。この肝でけえな。これなんかすごいご利益がありそう。縁起物ですよ縁起物。このうなぎが何年生きたか分かんないですからね。はい、松茸できました。これめっちゃうまそうですね。はい、出来上がり。松茸とうなぎの着物かば焼きでございます。なかなかね、うなぎ焼けませんね。はい、ではいい感じですね。完璧ですね。そしたらここにタレをぬりぬりと。あー早く食べたい。やばい。表裏しっかり塗っていきます。で今日はね5度塗りまでしちゃおうかな。こう焼き目をしっかりつけることでタレの乗りも良くなると。はい、では焼けました。めちゃくちゃいい感じ。そしたらこちらを家から持ってきたご飯にまずタレをかけていくと。これだけでうまいですからね。ちょっと焼いてもいいかもしれませんしね、これを。そしたらこれ別皿でいった方がいいな。うわ。はい、これで 2.1 キロの天然うなぎのかば焼きの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。ああ。できました。いただきます。じゃあまずこちらの松茸からいきましょうか。松茸のかば焼き、いただきます。うーん、塩とすだちの方がうまい。なんか松茸の良さが半減してる。これやるならエリンギでいいな。タレはうまいけどね。次、このご利益がありそうな肝。僕今花粉症がすごくて鼻声なんですけど、これ食べたら治りそうだな。いただきます。うん、うまっ。すげえこれ。あ、クリーミーだな。あ、でほんで臭みがない。海うなぎの肝とはちょっと違いますね。海うなぎの大きいやつの肝はちょっと香りがありましたけど、これはね香りが全くない。胃袋買った。ここ浮き袋食べてみましょうか。浮き袋、うまい。これは元気出るわ。次これいきましょう。巨大かば焼き、
一口でガブリといきますね。あえて切らずに一口でいただきます。うまっ。ん、何これ、うまっ、何これ、マジでうまいやつだこれ、やばい。油がめちゃくちゃサラッサラ、海うなぎと全然違う。え、食べる餌でここまで違いますか。まずなんか口の中に入れた瞬間に桜の香りがしました。なんかね、そういう香りがあります。なんだろうこれ、なんで。うん、全然脂っくどくない。海うなぎも脂っくどくなかったんですけど、どっちかというと海うなぎは今食べているうなぎと比べると若干癖がありましたね。こいつはうまいよ、本当に美味しい。淡水のうなぎなんだなっていうのがすっごいわかる。僕正直大きいうなぎより養殖の 4P とか 3P ぐらいのサイズ、そのぐらいのものがうなぎだったら好きだったんですけど、これ今まで食べたうなぎで一番うまいかもしれん、ナンバーワンかも。ここまで大きいと食感も味もうなぎとは別の魚になってしまうことが多いんですけど、これはうなぎです。味香りうなぎです。肉こんだけ分厚くて、正直今少し冷めてきてるんですけど、冷めても柔らかい。めっちゃうまいなこれ、マジで。さすがに骨はちょっと気になる、こんだけでかい骨入ってますから。これ見てください、ここ、これほら骨が太いわ。なんで骨を抜きながら食べないとダメですね。焼く前に骨抜いた方が良かったかも。はい、というわけで今日はこちらの巨大天然うなぎのかば焼きときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギリのやつ、カシャ、いいですね。あえて今日はスタジオじゃなくてこっちでさばきました。この雰囲気を楽しみたくてね。はい、こちら7対3いただきます。うめえ。虫さえいなければな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は琵琶湖で獲れた 2.1 キロの天然うなぎを使って天然うなぎのかば焼き作ってみましたけども、過去一のうなぎでしたね。いや、これとんでもない経験しましたね。あの油の質には驚きました。これ僕の事務所の方に連絡が来たんですけど、結構ね、面白い魚取れたんで買いませんかっていう連絡事務所の方にいただけるんですよ。結構うなぎもね、大きいの取れたんで買いませんかっていう連絡来るんですけど、 2.1 キロの琵琶湖さんっていうのをね、初めて連絡いただきましたんで、もうすぐ買っちゃいましたね。本当に売ってくださった方ありがとうございます。10万5000円です。キロ5万円でしたね。ちなみに僕が買わなかったら豊洲の方に送られたらしいです。一体どんな店が買ってどんな人が食べるんでしょうね。でもあれはね、いろいろ料理の違いがありますね。蒲焼きだけじゃなくて、あれは中華でもフレンチでもイタリアンでも何でも合いますね。あれトマトと煮込んでもうまいだろうな。煮込み料理にしても相当うまいと思いますね。まだたくさんありますんで、いろんな料理で楽しんでいきたいと思います。というわけで今日はこちらの山の土地からお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。